はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー長いでございます。えー、この動画は、弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです。心理学の各種試験の対策や教養のためなどにお役立てください。よろしくお願いいたします。えー、ということでですね、前回、えー、心理検査、えー、のですね、信頼性妥当性、えー についてですね、それぞれの、まあえー、と概念についてこう簡単にご説明をしましたで。今回はですね、その信頼性とはどういうふうに実際検証しているのかという話を、えー、簡単にご紹介したいと思います,あそうです、ね。今回は信頼性に絞ってお話をしようかなと思うんですけど、えー、と信頼性って実は、えー、とその改区分がありまして、 えっと、内的整合性、えー、内的信頼性というものと、えー、再検査信頼性というものに、えー、と分けられます。で、えー、この、えー、内的整合性というなんですけども、これはなんか、あのー、なんていうかな、これ信頼性じゃなくて妥当性なんじゃないのみたいなふうに思っちゃう人も、えー、多い。 えー、少しややこしい、えー、ものなんですけれども、えー、意味的にはどういったものなのかっていうと、えー、項目内容の一貫性項目内容の統一性っていうのを指していますつまり、えー、尺度の内容っていうのが、えー、一つのことを聞くような項目でちゃんと成り立ってるんですかという話です、えー、例えば